侍にな。金縛りの術。今度こそあれは返してもらう。前は簡単に逃がしてしまったからな。今回はさせる。そう、本当に警戒すべきはこいつ。前回は手を焼いた。カナタが。お前はただのガキだ。大蛇に気を取られすぎよ。スーツの隙間に入れる小さな蛇でも毒の力は十分。もう動けるでしょう。どうするの？私はここで探し物が。するな。喋るのがやっとだ。用意していた解毒薬もこの程度だったか。このメモを取ればその逆だとわかる。一つ言っておく。お前を騙して俺の時と同じならばな。お前は分かっているのか。本当は自分が何者なのか。にそれを利用されたが。さあ、こっちへ来て目を取ってくれ。俺も美月だ。お前より先に作られたな。十二支の第六、実は蛇に当たることから俺たちは美月と名付けられた。ここに入る結界を解けたのもそのおかげだ。俺はその灰をオロチマルから盗み出し処分するはずだった。どうして処分しようと？人工的に作られた生命は人間ではない。それは人のエゴが作り出した身勝手な造作物だ。優秀だった俺が奴の元から去ったことでその代わりが欲しかった。オロチマルは自分の都合で俺やお前、だがその前に、お前を始末するがな、オロチマル。どんな皇帝で生まれてきたにせよ、その存在をどれほど待ち望んでいたことか。私のような忍びが、こう望むのはいけないことかしら。は、思い上がった行為の免罪符のつもりか。全てをコントロールできると思ってるのか。神の真似事をしているつもりはない。神界に気づく。お前がオロチマルを止めるんだ。大人になったお前が言ってるんだ。必ずそうする時が来る。美月、愛を作ってあげるわ。おい美月。美月、さあ美月、さあ。子供の僕にとってそんなのどっちでもいいことなんだよ。あんたたち大人の言ってることなんて。ついに仙人化できたようね。ええ。太陽ね。六度目でやっとうまくいきましたね。我々の二択を選ぶことなく第三の答えを。もう使いたくはないしね。自分の道を持てた人造人間、あの子なら闇を照らせるからね。これは望んだ結果でしょ。こんな手の込んだ芝居までやって。まあでもあの子はミスでしょ。地中の闇の月じゃなく夜空の闇の月ってどこかしら。必
欠けた月では。美月。